から青少へと、はい、進めております。さあこの辺りは二宮ですね。二宮の海岸は袖ヶ浦海岸と申します。さあこの辺りは残念ながら綺麗な海なんですけども遊泳禁止なんですね。青少の海はねぐっと行くとぐっと深くなるんですね。ちょっと行ってぐっと深くなるので遊泳禁止の区域となっております。マグロの隣まで来ないマグロの釣りだと隣にやってるんだね。そして波はあっという間に静かになりまして房総半島は木更津へと無事に大和たけるの御事を渡ることができたんですね。まあ、そこから着物の袖が流れ着いたところが袖ヶ浦、そして嘆き悲しんだところに東吾妻、その双子山の右側に綺麗なテーブル型に見えているのが駒ヶ岳、駒ヶ岳の右側に一番とんがって見えているのが神山、神山が箱根で一番高い山で1438メートルあります。さあこの箱根山から左側にずっとその下ろしてくるとちょうどあの岬の先端に石がポコって見えるのが真鶴半島の三石、ずっとこう箱根の山から下ってきて細長く伸びているのが真鶴半島、先端にポコポコって見えているのが三石なんですね。三石見えます？その向こう側が天城の山並み、そしてずっと天城からですね左手に下ってくるとポコッとあるのが大室、双子山が今真正面に大きく見えております。鉄塔の立っている方が上双子、鉄塔のない方が下双子、ここは相変わらずの賑やかですね。はい、ロマンスカーが、新宿にロマンスカーが止まってますね。熱海復活したんじゃないですか。あ、熱海、だいぶちょっと多くなってはいますけれども、でもまだね、やっぱり銀座通りとかもガラガラですね。昔の一時期に比べるとね、やっぱりだいぶ熱海は少ないです。でもね、ここ箱根湯本だけは本当に土日に来るとここのお土産物屋さんはずらーっと人が並びましてものすごい混雑になってくるんです。さあ今日はね、平日ですし朝も早い時間なのでまだシャッター閉まってるとこなんかもあるんじゃないでしょうかね。今はまだ静かな箱根湯本の駅前を通過していきます。さあ箱根と言いますと湯本温泉、ここが箱根市の入り口となるところです。情緒があるということでやっぱり湯本温泉一番人気なんですよね。さあ湯本温泉を早川の対岸にちらりとご覧いただきますと、お車の方は早川を渡っていきます。さあまだまだ温泉情緒たっぷり残しております箱根湯本温泉、はい、こちらを車窓からちらりと見ながら通過いたします。さあ昔はですね、箱根には7つの温泉がありまして箱根七湯って言われたんですね。こちらの湯本温泉、この先の東の山、とにかく古い歴史のあるお宿ですから登録有形文化財となっております。もう一本橋を渡りますと今度は寒水楼というお宿が左手にあります。ここはもう水戸黄門をはじめとして伊藤博文、そして13代将軍家定にね嫁いだ篤姫も来てますし、また14代家茂に嫁いだ皇女和宮が脚気の治療、ここ脚気の治療に来てて、ここで亡くなってるんですよ。これが寒水楼、400年の歴史のあるお宿です。今の建ってるのはこれ大正時代なんですけどもね、はい、寒水楼というお宿です。もうとにかく有形文化財 でお庭の方にはですね皇女和宮の碑が建っているんですね。はい、幕末14代将軍家茂に嫁いだ皇女和宮は脚気の治療で